んにちは。ぬか床がいい感じに成長中、梅です。今日は低温調理の鶏むね肉と20日大根をつけます。低温調理器を持っていない食品衛生責任者です。低温調理は大好きですが、食中毒は怖いです。完全に塩味なしの鶏ハムを作ります。味付けはぬか床にお任せです。お酒と砂糖でお肉をしっとり柔らかくします。食中毒防止のため温度計を使います。鶏むね肉に砂糖小さじ1、酒大さじ1くらい。ぬか漬けにしないでそのまま食べるときは塩も小さじ1、胡椒適量をここでします。ジップロックに入れます。できるだけ空気を抜きます。チャックして冷蔵庫で30分くらい寝かせます。急いでいる時など簡単に火を通すのは、電子レンジ600ワットで片面3分、裏面3分、合計6分で火が通ります。今回はお湯による低温調理でいきます。沸騰後少ししてからジップロックごと鶏むね肉を入れます。が浮いてこないようにお皿でお持ちをします。65度で1時間半または61度で2時間を目指します。60度以下にならないように時々温度計で温度を測ります。基本的に蓋をして温度を保ちます。温度が下がりそうな時は熱湯を足します。隣でお湯を沸かしています。1時間50分加熱としました。氷水に入れて急冷します。さらに冷蔵庫で冷やします。しっかり冷えたので袋から取り出して水分を取ります。キッチンペーパーでまあまあしっかり水気を取っています。浸かりやすいように半分に切ります。一緒にナスと20日大根をつけます。ナスを塩もみします。ナスが少しくたびれています。頑張れ。はい、漬け素材準備完了。みんな頑張れ。ぬか床くんは真夏は野菜室にいます。ひんやり。まずひっくり返します。ナスを隅っこに押し込みます。落とし穴を掘ります。落とし穴に胸肉投入。大根まとめて投入。いつも通りの空気抜き、表面ならし、周り拭き取りの作業です。蓋をして野菜室へ。おやすみなさい。1日後できたかな。ぬか床が赤くなってる。発掘作業開始。20日大根調理した鶏むね肉。ナスも大丈夫そうですね。ナスもぬか床も頑張りました、はい、ではまた最後、空気抜き、表面ならし、回り拭き取り作業です。できてるはず。
で軽くぬかを落として水分を拭き取ります。旬ですよ。立派なごちそうです。みんないい感じに使っていました。もっちりしっとりとても美味しいです。お試しください。今日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また見てね。